みんなと、あなたと一緒にときめきたい。私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会です。よろしくお願いします。まず最初に皆さんにお知らせがあります。すでに発表させていただいておりますが、先月から来月にかけて国内外で実施を予定しておりました、スクスタグローバル版配信記念イベントやアニメジャパンスクフェスシリーズ感謝祭2020などの各種イベントにつきまして、新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑みまして、皆様の健康と安全を第一に考え、残念ながらイベントを延期または中止とさせていただきました。私たちもですね、とっても楽しみにしていたので残念なんですけれども、また元気な姿を皆様の前で見せられるよう頑張ってまいりますので、引き続き虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の応援をよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、3月になりまして、どんどん暖かくね、なってまいりましたよ。今日あれじゃない、髪型みんなさ、おソロにしました。しずく合わせなのこれ。そう、今日しずく合わせ。嬉しいんだけど、ハーフアップっちゅうやつや。そうやで、ハーフアップ毎回やってるけどね、私。そう、ハーフアップちょっと巻いちゃって、おしゃれにしちゃう。そう、なんかいい感じにっつって、毎回お願いします。いい感じにっつってね、いい感じにやってもらいましたよ。統一感がありますね。ということでですね、いよいよ今日3月18日はドラマ CD 第2弾となるラブライブ虹ヶ崎学園お昼休み放送室ドラマ CD 日常コンチェルトがリリースとなりました。イエーイ。こちらですね、こちらもう聞いてくれてるかな。聞いてくれてる人はいっぱいいるでしょう。そうだよね、いるでしょうね。いやでも本当にね、今回のドラマ CD もなかなか面白いことに、なってますね。なんかやっぱ濃いよね、どんどんみんなのさ個性がいい感じで、そう、ね、濃く出てるよね。すごい楽しかった、遊び心たくさんありますよ。収録でも結構笑いこられるの大変だったからね。やばい、自分で言うと自分で笑ってたもん。そうね、自分でツボに入るねみたいな感じあったよね。はい、ということでですね、皆さん私たち3人の共通点って何かお分かりですよね。分かるよね。まさきちょっとちょっと言ってたって言ったけどね。そうそうそう、このリボンの色を見て。そうです、私たちなんと1年生です。なんと、そう、私たちなんと1年生なんです。ということで今日はね1年生だけの回となっております。なんかちょうど1年前くらいなんか ね1年生の回やった記憶が、割と久々な気がする、1年生だけっていうのはね、だけはね久しぶりだ、懐かしいね。というわけでですね、今日の番組タイトルはこちらです。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送3ヶ月連続特別授業虹学士同級生ワクワククラスルーム1時間目虹学士ということで、はい、すごい、虹学士ですよ。歴史の授業ってこと、ね、歴史かな。そうなんです。どうしました。今月から
3ヶ月連続で二次学のこれまでの活動の歴史を振り返る授業、二次学史を、二次学史、はい、みんなでシリーズ企画をやっていこうじゃないかという、ね、面白い面白いやつですはい、ということでですね、今月は1時間目が私たち1年生で、来月の4月の2時間目は3年生、そして再来月5月の3時間目は2年生と、3ヶ月間各学年でお送りしていきます、うん、はい、ということで私たち1年生です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは自己紹介をやっていきたいと思います。ではまず私からやっほー、腹黒系スクールアイドル中須かすみです。って何ですか、腹黒系って、誰が台本書き換えたんですか。かすみんは小悪魔系スクールアイドルなんです。そんなかすみんの魅力であなたのハートキュンキュンさせちゃうぞ。はい、ということで中須かすみ役から相良真由です。切り替えがすごいね、いつも久々このセリフをね読んだ気がして結構ちょっとディスってる、ディスってる、なんかあのじゃあまず私から、やっほーいつもだからもうやっぱプロやわって思う、この切り替えがね、やっほー。そう、後ろの私たちがみんなさちょっとさちょっと笑ってるんだよね、ちょっとちょっとざわってする、ほんとさ収録とかもよく後ろでクスクス笑いが聞こえるそう、なんかいつもなんとかなんとか、そう、ドキドキ後ろ振り返るなんかクスクス聞こえます、あと手グッてさ手こうやってこうやってやっちゃうんだよねあれで一回ボールペン壊してるからねいやどんな握力やるやん、すごいね、やるやん、ちょっとね、はい、ということで続きましてはい、あ、この流れでいくのね、はい、いきます。おはようございます、演技派系スクールアイドル大阪しずくです。あなたの人生のヒロイン役に私の名前を書き込んでくれますか。青春というこの舞台、私と一緒に楽しんでいきましょう。はい、改めまして大阪しずく役の前田香織です。1年生組、今日も楽しんでいきましょう、よろしくお願いします。リナちゃんボード、うん、私天王寺リナ、キュート系スクールアイドル。感情を伝えるのあまり得意じゃないけど、本当はいっぱい共有したいと思ってる。だからちょっとずつあなたとつながっていけたら私嬉しい。はい、天王寺リナ役の田中千恵美です、よろしくお願いします。はい、ではではいつものオープニングの紹介をカオリンからお願いします。はい、それでは私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の説明を改めてさせていただきます、はい、東京お台場にある自由な校風と専攻の多様さで人気の高校虹ヶ崎学園、各分野で活躍する人材が全国から集まることで有名なこの学校に、それぞれの夢や思いを抱いて集まってきた生徒たち、スクールアイドル同好会に所属するメンバーも一人一人が自分の夢を追いかけながらナンバーワンスクールアイドルを目指し、時にライバルとして時に仲間として日々活動を行っています。はい、私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会はウェブ上のメディアでの展開や CD、イベントなど様々な媒体を通じてスクールアイドル活動を行っています。これからもいろいろな展開が予定されているので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そしてこの生放送はバンダイチャンネル、 LINE ライブ、 YouTube ライブ、ペリスコープ以上で生配信されております、はい、皆さんコメントの他にもぜひハッシュタグ虹ヶ崎、こちらですね、はい、をつけてぜひ、はい、ツイートしながら楽しんでください。こちらのね、うん、ハッシュタグのツイートもみんな見てるんで、うん、見てるよ、見てるよ、見てるよ、ハッシュタグ、ハッシュタグ見てるよ、見てるよ、見てるよ、一年組かわいいなとか見てるよ、ありがとね。ということで、はい、イラストもね今回いただいておりますので、うん、ここで紹介していきたいと思います、はい、うん、いっぱい来てたね、来てるね、めちゃめちゃ。じゃあまず私から行こうかな、はい、こちらですね、おい、かわいい、見てかさみやっとや、はい、真似して真似してディズってる、ちょっとディズってる、違う、はい、真似してだよ、はい、真似してはい、真似したなんか違うの、湧いてるよ湧いてる言うな、湧いてる言うな、そんなそう、かわいいね、かすみのかわいいポーズ講座ですね、みんなもね、来てますね、こちらも来てますよ。あ、思い出の一コマにこんなのあっていいと思いません、ということで、いいね、この自撮りの感じがね、おしゃれ、かわいい、かわいいね、はい、続きまして、ね、じゃーん、りなちゃんの一人のお上手、上手だね、すごいね、
ありがとう。かわいい。ね、他にもいっぱいいただいてて、こんな感じでね。ほら、ほら、1年生組大好きですって。かわいい。見て。ありがとうございます。みんな、本当にみんな上手だよね。すごいね。感心しちゃってる。みんなお上手でということありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、今日は1年生の3人で1年生ならではの視点で二次学の活動を楽しく振り返っていく企画を中心に楽しくういういしくお送りしたいと思います。今更ういういしくと書いてあるんでういういしくじゃあお送りしましょうね。ということで今日の生放送も私たちと一緒にときめきながら楽しくお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初にお送りするコーナーはこちらです。スクスタ攻略部。イエーイ。はい、今日は三度の飯よりスクスタ好きな私って書いてあるんですよ。そう書いてあるんですよ。すごいね。スクスタ好きな私がですね、スクスタ攻略部キャプテンの相良がいつもより早い時間からみんなにとっておきの情報を紹介させてもらいます。ということでですね、早速始めたいと思うのですが、今日は前回から始まったこの企画をお送りします。題してスクスタマスターへの道です。マスター、スクスタマスター、いいよ、なりたいよマスター。マスターにみんな目指していきましょう。前回ですね、チュンルン部長からお伝えしましたが、ミューズさんのスノーハレーション上級の S ランクを取れるかがスクスタ上級者かどうかのチェックポイントの一つとなっております。まあ、確かにね、覚えていますか皆さん、覚えてるかな。はい、そのね、スノーハレーション上級の S ランククリアをするという最終目標に向かっての特訓、その第2回目となっております。はい、第1回目はミューズさんのスタートダッシュを攻略楽曲としてライブ編成を学びましたが、第2回目のテーマはこちらです。はい、スクールアイドルの役割を学ぼうです。いはい、こちらですね、スクールアイドルは数字で表されているスタミナなどの3つのパラメーターや特技、個性などといったステータスというものがあります。はい、それぞれが組み合わさることでどんな風にライブで役割を果たしてくれるのか、これまでの放送で学んできたこともおさらいしつつ、今回はアゼリアさんのトリコリコプリーズ上級を通して学んでいきたいと思います。ではですね、まずはこちらパラメーターとステータスです、こちらね、たくさん書いてあるんでちょっと分かりづらいと思うんですけれど、まあ、順番に説明していきたいと思います。はい、パラメーターというのは、スクールアイドルの基本能力の数値です。あ、そこのなんていうの、書いてあるじゃん、書いてあるじゃん、あそこアピールスタミナテクニックってやつね。はい、あのあそこの数値ね、あれのことです。はい、そして属性は、どの楽曲が得意なのかというのを表しております。まあ、いろんなね、なんかエレガントとかいろいろあるんですけど、あります。見てください、アイコンの色とかでね確認できます。そして特技、個性、ひらめきスキルはライブ中に様々な効果を発動します。まあ、ここでですね、たくさん種類のある特技と個性を詳しく見ていきたいと思いますが、その前にちょっとだけ前回紹介した編成について復習したいと思います。はい、はい、一点突破型の編成はライブ中に作戦変更しないというのが特徴です。こちら前回やったんですけれどね、そうね、作戦変更しない一点突破型の編成のやつです。まあ、ですので真ん中のメインにボルテージ獲得が得意なメンバーを2人、そして回復役を1人、サポートにボルテージ獲得役を4人、そして回復役2人のバランスで編成することが重要です。これが一点突破型の編成の仕方になります。まあ、あのこうやって作戦を変更しないってことですね。なるほど。はい、ということで簡単におさらいしましたが、待て、編成方法は分かったけど、ボルテージ役や回復役のメンバーの選び方はどうしたらいいのという、そこのあなたゆうゆう、はい、大丈夫です。それはですね、メンバーの特技や個性を確認することで分かります。はい、はい、ということで特技、個性の種類について紹介していきたいと思います。はい、はい、まずスライド上部の1、2、4がボルテージ系、3、5が回復系の特技や個性になっております。ですので編成時の真ん中のメインに置くといいのは、1のボルテージを獲得するタイプ、2の SP 発動時にボルテージを獲得するタイプ、3のスタミナ回復、シールド獲得、ダメージ軽減のどれかを持っているタイプのいずれかを持っているメンバーということになります。なるほど、結構いろいろ種類があるんですけどね。なるほどね。そして次
次に残り6枠のサポートに欲しいタイプが、うん、スライド右側の4の個性でアピール値サポートタイプと5の個性でスタミナ増加をさせるタイプです。はい、こうなっております。はい、はい、どうしました田中さん質問でございます。はい、何でしょう。4のタイプって1、はい、丸1と2のタイプと同じような気がするんですけど、そうですね、どう違うのか説明していただきたい。はい、よく記者会見まあでもここのね、あのスライド見ても分かる、特技、はい、特技、そして個性となってますね、はい、そこが違いますということで、こちらです。ドン。はい、特技はライブ中の作戦のメンバーが発動するもので、個性はライブの編成に入っていれば、うん、作戦メンバーでなくても能力を発揮してくれます。これ意味わかりますかね、うん、皆さんね、うん、あの作戦ってのがほらまずあの3人ね、あの赤、青、緑であるじゃないですか、うん、そうね、あれのあの作戦中だから、例えば青の、あ、じゃあ緑の作戦だけ使ってたら、うん、その緑の作戦に入ってる3人だけがこの特技を発動するわけですよ。はい、ほほで青と赤のあの編成にいる子たちは特技は発動しないんです、うん、でも個性は発動するってことですね。分かったかな。分かる、まあ、テスト見てたら、まあ、テスト見てたら120点だよね本当に分かる、いける。まあ、簡単に言うとそういうことになっております。なので、特技でボルテージアップする 1,2 のスクールアイドルはメインに、うん、そして個性でボルテージアップする4のスクールアイドルはサポート向きということになります。なんか分かってきた、分かってきた、ちょっと分かってきたかな、うん、そういうことなんですよ。だからそういうところを見てね、編成していった方がいいよってことで、うん、まあ、ということで以上を踏まえまして、トリコリコプリーズ状況プレイしていきたいと思います、うん、ではまずは編成をね紹介していきましょう。はい、はい、こちらメインはボルテージ系の特技を持つ対馬よしこちゃんと矢沢にこちゃん、そして回復系の特技を持つ上原ゆむちゃんを入れております、うんうんうん、さらにメインやサポートの編成も先ほど説明した通りになっております。まあ、こちらね、うん、まあ、前回その SR のみでまあクリアして、今回 UR2 枚入ってるんですけれども、こちら UR2 人とも1凸って言って、まあ1回しか重なってない。なんでそんなに1凸そ, そんなになんかあの、まあ、皆さんでも多分持ってるでしょうぐらいのレベル で、うんうんうん、で他の SR について関しては凸してないので、凸してない合わさってない、 あれじゃないの、 FPS の凸るじゃないからね、そっちじゃないからね、そっちじゃないからね。なんでなんかもらったままの状態で、うん、あのちゃんとこうあの育成した状態の子たちなので、ぜひぜひ皆さんでもやりたての方でも、できる編成となっております。はい、では編成も済んだところで、こちらトリコリコプリーズ上級オートプレイでクリアできるか確認していきたいと思います。うん、ではどうぞ先生。あ、でも先生オートプレイだからね、これちょっと見守るだけなんですけどね。見守りましょう。じゃあみんなで見守りましょう。見守りましょう。みんなで見守りましょう。では行きまーす。はーい。ラ天使解放。おー。トリコリコ好きなんですよ。いいよね。いい曲だね。おしゃれなのよ。おしゃれ。そうそう、なんかさ、女の子が好きそうな曲だよね。あー、わかるわ。はい、で一点突破型なので、何も作戦はいじりません。うん、はい、じゃあ見守りましょう。見守りましょう。じっくり見ましょう。見守りましょう。頑張って。まあ、せっかくなんでこの機会に左下のこのね、いっぱい動いてるじゃないですか。そう、でもみんなコメントでほら、そうそう、こういうところを見ると、そうそう、なんか今どういう状況になってるのかなっていうのが分かったりするんで、うん、もしよければそっちを見れば。なるほど。なんでさっき説明した通り、この緑の、うん、子たちしか特技を発動してないんで、ね、この左下を見ていただくと、お、いいよ、全然好きなだけやって。来た、来たは。なんでこのライブ中は緑の子たちだけがここにめちゃくちゃいろんな獲得してくれたり回復してくれたりってやってくれてます。他頑張ってくれてるんだね。そうそうそう、まあ、他の6人は時々出てくるから、うんうんうん、見てると見てると時々個性をね発動してくれたりしてる、ね、発動してるのね。あ、頑張ってよ。はい、じゃあどうぞ行きましょう。はい、イエーイ。いいですね。オートプレイいいよね。ゆっくり見ながらできるから。みんなもなんかやっぱね、トツルに関してね、コメントしてますよね。あ、そうなの。これってそんなに広まってないのかな。いや、なんか、なんだろう。あ、でもね、さすがって言われてる、さすがって。さすがなのこれ。そう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 。いいじゃないですか。あ、溜まったよ。お、来た。イエーイ。いい曲。いい曲。おー、でも、うんうん、いい感じ。お、余裕じゃないですか。余裕ですよ、超えましたね。あ、どうぞ最後一回できますよ。行きましょう。イエーイ、イエーイ。はーい、いいね。さあ、結果の方はドドドンドド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 ン。さあ、結果を表示して、表示しろ。これでも、どうなんだろうね、なんか。はい、ということで、おー、はい、見事できました。ヨハネさん、かわいい。
編成は大事なのだな。そう、編成一つでね、うんうん、同じメンバーでも全然変わったりしてくるので、うん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 、ぜひ編成を学んでいただけたらと思います。ということで今回はですね、スクールアイドルの役割について学びました。みんなどうだったかな、分かってくれたかな、どうだろう。いやでもまゆちがいろいろ説明してくれたから、ちょっと分かった、分かりやすかった、良かったですね。でみんな結構コメント送ってきてくれてる。本当に、ほら、どうだろう、いいね、イエーイ。トリコリコは神、そうね、分かる、みんな大好きよ。そうね、分かる、余裕で言ってたんだ。うん、そうね、本当本当、そしゃげしてないとそんな言葉出てこんって言われて確かにそうかもしれんな。本当安定感がねすごいあったから良かったよね。ねえ、みんな、うんうんうん、あでもみんなこうやってね興味を持ってくれて嬉しいです。ということでぜひぜひスクスタ遊んでみてください。ありがとうございます。はい、ということで今回の攻略情報はですね、うん、生放送終了後にスクスタ公式サイトでも公開されますので、うん、ぜひチェックしてみてくださいね、うんうん。今回私たちは見事成功しましたが、他の成功編成でも紹介されているみたいなので、うん、ぜひぜひご覧ください。次回もスクスタマスターになるためのポイントを紹介していくのでお楽しみに。はい、というわけで以上スクスタ攻略部でした。それではスペシャルドラマをご覧ください。どうぞ。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送3月度スペシャルドラマ、無敵の異次元トリオ。にひひ、かすみん、今日はしずことりなくに秘密の相談があるんだけど。なに？わざわざ先輩たちがいないタイミングでの相談ってあんまりいい予感がしない。かすみんが悪だくみしてるみたいな言い方やめて。だって悪だくみしてますって顔してるもん。何言うの、こんなに可愛いかすみんに向かって。っていやいや、今それは追求しないでおこう。とにかく大事な相談なの。ふわ、何ちょっと眠くなってんの、りなこ。かすみちゃんとしずくちゃんがじゃれてるから平和だなーって。眠気を覚ますから話続けて。りなさん、今日も特製ドリンク持参なんだね。うん、これで元気いっぱいになって練習頑張ってもっともっと上手くなりたいから。それかすみんが言いたかったことはそれなの。え？3人で力を合わせて先輩たちがびっくりするような秘密の特訓をしようよ。なるほど、そういうことか。いいと思う。私も賛成。じゃあね、じゃあね。うんうん、何する。もしかして特訓案思いついてない？こういうのはかすみんだけじゃなくて3人で考えた方がいいと思う。それもそうだね。でも秘密の特訓か、何をしたらいいかな。いつもやってることじゃダメだよね。りなちゃんボードを新しくするとか、かすみちゃんのポージングの訓練とか、しずくちゃんの発声練習とかはダメってことか。なんかもっとドカーンとすっごいことしたい。みんなの得意分野を全部合わせてみたらどうなるかな。発声練習しながらポージングして新作りなちゃんボードを作るとか。例えばストレッチをしながら決め顔を研究しつつファンクラブのホームページのリニューアルをしてみるとか。目が回っちゃう。そうだね、全部合わせるのは難しいかも。でもなんかスペシャルなことしたいよ。私の特製ドリンクを練り込んだパンをかすみちゃんが作ってみんなでそれを食べるっていうのはどう？パンを食べるだけ？そっか、りなこの特製ドリンクはすっごい元気が出るからそのパンを食べたら練習もいつも以上にできちゃうってこと？そう、りなちゃんボードピンポーン。それはすごいかも。かすみさん、できそう？かすみに任せてよ。ちょっと家庭科室借りられるか聞いてくる。
じゃじゃーん、かすみん&りなこ特製コッペパン、あんずジャムと生クリームも挟んじゃった。うわー、おいしそう。おいしくて元気出る、すごい。いただきます。実はかすみんのパン、しずことりなこのより特製ドリンク成分多く入れちゃった。これで練習もかすみんが一番すごいことできちゃうはず。かすみちゃん大丈夫？お腹痛いよ。特製ドリンク成分入れすぎちゃったせいかな。単に食べ過ぎだと思うよ。3個も食べるから。だってだって美味しくできたんだもん。それはわかる、美味しかった。でもやっぱり食べ過ぎはダメ。薬も飲んだし、あとはお腹をあったかくして寝てた方がいいよ。私のタオルかけておくね。私のジャージも使っていいよ。すいすい、痛ただよ。かすみさん、なでなで、もっとして、なで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 。ごめんね二人とも、かすみ欲張っちゃった。気にしないで。そうだよ、こうして助け合うことで私たち一年生同士の絆を強くするっていう秘密の特訓だと思えばいいよ。そういうことならかすみちゃんの看病もっともっと頑張らないと。りなちゃんボード、もん、何か欲しいものある？かすみ、今度二人のためにすっごくすっごく美味しいコッペパン作ってくる。かわいい、優しい世界だよ。優しくてなでなでってねしてね。いやいいね、かすみね、ああなってもしずことりなこが優しいから、ね、そうそうそう。なんかため子のしずくちゃんほんと好きでさ。あ、わかる。そうなんだ、1年生チームにだけ見せる、いいよね、素顔感。なんかスクスタの話でもさ、一個さ、なんか遅刻してきてさ、四捨五入したら遅刻じゃないみたいなさ、なんか突っ込んでたしずくがすごい好きだった、まあ割とな、突っ込み切れ味いいからね。突っ込むよね、切れいいよね、切れ味いいんだよね。はい、おなんだなんだか懐かしい音。着席着席、はい、ということでこちらチャイムが鳴りましたので、これから二次学士の講義を始めたいと思います。講義のタイトルは題して活動の歴史を学んでイラストで振り返る3ヶ月連続特別授業二次学士1時間目はい、始まりましたよ、二次学士ということで、はい、2017年3月にプロジェクトを発表した私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ですが、応援してくださるたくさんの皆さん、あなたのおかげで間もなく3年を迎えます。なんか3年経った実感が全然湧きませんけど、改めましていつも応援してくださる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして私たちのことを最近知ったよというあなたには私たちのことをもっと知ってもらいたいんです、というわけで今日は私たち1年生と一緒に二次学士を番組をご覧の皆さんと一緒に学んでいきながら二次学の活動の思い出をイラストで綴って振り返っていきたいと思います、いいね。それではこれまでの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の活動をまとめた虹学士年表をご覧ください。ここにあったんだよ。すごい、博物館に飾りたくないかな。博物館、博物館、博物館に飾りたくない、ここにバーって書いてあるんですけれども、すごいよね。
はい、この虹学士年表では2017年3月から2018年10月のプロジェクト発表トキランリリースまで、2018年11月から2019年8月をトキランリリーススクスタ配信まで、そして2019年5月から2020年6月をスクスタ配信後から現在と3つのブロックに区分しております。はい、なるほど。1時間目の今日はプロジェクト発表からトキランリリースの出来事を振り返っていきたいと思います。ということで、おあら、おどうしました、あら、あなたは一体誰ですか。田中先生、田中先生でございます。ではじゃあ皆さん、キャラブレがすごい、キャラブレが、ね、じゃあ皆さん、これから2017年からあら振り返っていきたいと思いますわよ。はい先生、わよわよって言ったよね。わよ。ではまずこちらの2017年から そうですね、はい、最初3月30日に何やりました、スクフェス、はい、パーフェクトドリームプロジェクト PDP というものが発表されまして、 PDP ありましたね、 PDP。 私たちにまだ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会という名前がなかった頃ですよ。そうだね、 PDP だったね。先生もすっかり PDP っていう名前を忘れていました。そうよね、わかるわ。私も最初呼ばれてたけど、うん、なんかもうね、PDP って呼ばれてると、ね、あったなって感じの PDP あったよね、うんうん、通称 PDP と呼ばれていたんですが、ね、うん、こちら6日6日6日違う、6月6月か6日なわけないじゃんね。6月に虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の媒体別の活動がスタートしました。ますね、ね、スクフェス組、電撃組、ファミツアップ組という3個の、ね、媒体で分かれて活動をしていたんですが、うん、9月、これは忘れちゃあかん、これ忘れちゃあかんのよ、はい、東京ゲームショー2017年で私たちキャストが発表されたんです。マンスリーランキングね、はい、7月からやってましたね。これね、テストに出ますか、うん、テストに出ますか、あれじゃない、7月からいつまでやってたでしょ。だからだからちゃんとメモしておくように、何がテストに出るかね、ちゃんとメモしていてくださいね。本当か、はい、というわけで発表されて、はじめまして公開生放送が10月に、ちょうどあかりの誕生日だったんですよ、この日。そうだ、でお祝いした明日ね、ケーキ持ってて、あの時あ、ね、みんな髪の毛長くて、そうだよ、マーチも長かったのよ。長かった、長かった。そうだよ、この時さ、みんな髪の毛長だし、衣装以外は衣装もまだこっちじゃなくて、うん、なんかみんな一緒のなんかね、あれ、あったね、どこの制服のね、なんでしょうね、衣装なんでしょうね、あれね。発表されましたけれども、そしてみんなで決める虹ヶ崎学園校章デザインコンテストで校章がデザインを決定したり、スクフェスアニバーサリーキャンペーンガールに結城せつなちゃんが決定したりと、いろいろね、キャストによる動画企画が始まったりと、たくさんね、ここから動画が始まったんだ。めっちゃいろいろやった記憶あるな、ゲームで、ね、私精神系のゲームですごいいろんな思い出ある。なんか罰ゲームめっちゃやってたもんね、泣いてたやつもあったよね。罰ゲームもしたし、なんかすごいまだみんなとそんな仲良くなかった、うんうん、仲良くなかった、まだそんな知り合ってなかった、溶け込めてなかった時ね。そうだから、その状態で心理ゲームやったから、うん、めちゃくちゃ信じて、うん、めちゃくちゃ信じたら、うん、信じていいよねっつって、うんってミュータが笑顔でなじいて、うん、信じるっつったら裏切られて、リアルかすみ、なんかさ、曲、なんか懐かしい、曲のなんかテーマをさ決めるみたいなやつやらなかった、みんなで。やったね、あのソロ曲の、いや、それ最初初めの方じゃない、ね、初めましてとか、この辺とかだよ、ね、次ぐらいじゃないの、うん、懐かしい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 、ハミツとね。そして2018年はね、主にやっぱ媒体別で分かれて活動することが多かったと思うんですけど、ね、ここで私たちスクフェス感謝祭にね、うん、初めて登壇させていただきましたけれども、ね、ここでね、媒体別に分かれて大阪、沼津、東京で分かれたり、うん、で最後に東京でね、虹ヶ崎全員で出ましたね、出ましたね、緊張したし、あれもそんな前か、ね、そんな前だったっけって思う。そして忘れちゃあかんのが、ときめきランナーズリリースを発表、スクスタ
のオープニングムービー初公開って書いてありますよ、ここに。本当だ、このスクスタのさ、ときめきランナーズのオープニングムービー見て泣いたよね。いや感動だったよ ね、お客さんでもさ、何人かちょっとポロってしてる人がいたりしてね、ちょっと私たちも嬉しかったです、ついに来たって感じだったよ ね、そして10月アベマ TV ウルトラゲームスイメージガラリー、中須かすみちゃん。そうなんです、うちのかすみんが、ゲームセンターってゲームやったりして記憶がある。なんかいろいろやった。ジョイポジョイポ演奏行ってたよね。なんかめっちゃ重い。なんか私が切るとさ、なんかもう本当に機械が動いてるみたいな装備で、なんかいやめっちゃ怖かったんだよね、ゾンビ。あ、ゾンビ倒せたの？確かゾンビだった。ね、なんかやってたよね、銃みたいなのとか。いろいろなんか楽しかったよね。いろんなゲームとかやってすごい楽しかったね。楽しかった。そしてときめきランナーズ発売記念イベント、お台場ゲーマーズときめきステージ。お台場ゲーマーズ？あ、間違えた。お台場っていうとゲーマーズ。お台場ときめきステージを開催しました。はい、開催しました。ね、あの広場でね。そのね、ガンダムさんがね、そうそうそう、あのね、ガンダムさんもあなたちゃんみたいな感じで見守ってくれてましたけども、そうそうそう、めちゃめちゃ緊張したね、あれね。ここがだって初めてのさ、私たちのパフォーマンスを披露する場だったもんね。うん、超練習したよね。めっちゃ練習した。当日の朝に集まってさ、めっちゃ練習してたよね。なんかもう本当なんか出そうだったよね。出そうだった。なんかね、もういろいろ出そうだった。いろいろ出そうだった。はい、そしてなんといっても重要、ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズがときめきランナーズがじゃない、ときめきランナーズがリリースされたんです。私たちのね、そうなんです、スクスのテーマソングのね、ときランがここでリリースですよ。たくさんの人に聞いていただいている、我らの愛すべきときランですよ。そうですね、本当に、はい、そしていっぱいここでね、お渡し会をやったりと。私かやったね。確かにね、全国行ったよね。全国行ってみんなでね、別々のとこそれぞれ一人一人、そう行って、そしてこちら虹四、ね、田中先生、はい、今日の授業はあのトキランリリースまでとあ、そっかなっております。今日はそうなんです、まだ行きたい気持ちはみんなもあるんですけど、そうなんですよ、今日いっぱいあるからね、語りたいんですが、まあこの後は2年生、3年生に任せて、今回は私たちはここまでということで、トキランリリースまでですね、ここまでね、はい、ということで、はい、今お話できる範囲で振り返っていきましたけれども、うん、ここからは虹学士年表の出来事から期間は関係なく、うん、それぞれ思い出深いイベントや印象に残っている出来事をイラストに私たち書いてきましたので発表していきたいと思います。そうなんですよ、で自信作って言ってたじゃん。じゃあ今日は時間があったのよ、うん、そうそう、書く時間があったから、いつも10分とかでバーって書いてるからさ、今日はね、ゆっくり1時間くらいあったから、うん、頑張ったよね。頑張ってたね。頑張ってたんだよ。頑張ってたよ。じゃあまず私からイラストを発表してもよろしいですか。はーい。では、まあでもなんといっても最初はこれかなと思って、バン。じゃーん。すごい。2017年の、あのゲームショーでね、私たち初めてキャスト発表させていただいたステージなんですけれども、うん、みんな緊張してあわあわあわしてて、してたね、なんかすいませんそう、これはね、こう超個人的なやつなんですけど、なんかあったよね、なんかさ、ハンドマイク2個をさ用意されてたじゃない、でそれを9人で回すみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、もう私さ、もうハンドマイク手に持った瞬間喋り出しちゃったんだそっか、なんか2個誰かチャンルン、チャンルン飛ばしちゃって、そう、順番は今と変わんないんだけど、チャンルン早めに前でゲーの始まりだ、もう緊張しすぎちゃって、もうマイク割ったらはい喋りますみたいな感じになっちゃったんだよ。本当はマイクもらってチャンルン割たなきゃいけなかったのに、またなんて、そうなのよ、だから映像にはチャンルン映ってんの喋っての田中みたいなちょっとね、おかしな映像になっちゃったんですけど、あったね、でもあれからちょっとチュンルが飛ばされがちになるしかもさ、そんなこと言わないで次の生放送でもなんかチュンルそんなこと言わないであれはカオリンが飛ばした、はい、私ね、なぜかなぜか今思うと意味わかんないんだけど、なぜ、なんでかしらじゃんけんをして勝ったのよ。そう、なんかじゃんけんして飛ばしてって、ごめんごめん、あ、どっちから言う、じゃんけんしようみたいな、じゃんけんしようも意味わかんないしさ、勝って言えの意味もわかんないよね確かに意味わかんないんだけど、でもまあ今はもうね、みんなそれぞれの順番なんてもう当たり前のように覚えてるんで、もう間違えることは絶対ないんで、いつもってはね、そうそう、もうメンバーの順位じゃね、順番決まってるんでね、それも良き思い出よね、懐かしいね、では続いて、はい、私はね、やっぱなんか
なんだろう、初めてのちゃんとしたお渡し会ってことでこれですね。出たよ、なんかこれ何このさ、これ誰これ、嘘、誰これ、わかんないんですか、これあなたちゃんですよ全員あなたちゃんですいや屈辱だよそれ、自分これやられた、違う違う、あのリアルなあなたちゃんはみんなちゃんと服着てたけど、あの着てないとやばいよ、いやなんか私のアシュ、あなたちゃんのアシュがいるって言われて、あ、じゃあ増やそうかなと思ってアシュでね、ここ一つエピソードがあって、うん、これお大事にって言ってるんだけど、なんかね、うん、体調の悪そうのあなたちゃんがいたのよ、あららら、そうで、私が大声で、あ、お大事にって言ったらマネージャーさんが横で、あ、病院って言ったの小さい声でボソッと、なんかね、お渡し会なのにね、なんかそこだけ病院の待合室みたいなことになって、ね、そう、でも懐かしいね、なんかそれぞれ確か一人一人がね、地方とかいろいろ回らせてもらって、うん、懐かしい、貴重な時間だったね、あれも ねまたやりたいもん、なんかすごい楽しかった、タスキ、タスキ、タスキね、リレーやったよ ね、 あれね、みんなそれぞれサイン書いて ね初めがカオリンで、そう、私が一番最初だったか、最初だった ね、うん、ね、なんかそういう順番で ね、うん、ね、まあ、チェミが仙台だっけ、うん、仙台だった、私横浜行って、うん、ね、楽しかった、またいろんなとこ行きたいですね、行きたいね、そう、いろんなとこ行きたい、うん、では続いて、ね、お、でもね、いつもより頑張ってる、うん、じゃあ発表してあげてください、うん、ご自慢の、イエイ、おなんだろこの拍手は、お前がこの拍手、お前がダイヤモンドだよ、そう、っていうのがやっぱ大きな出来事で、うん、まあ、なんかね、本当にリリースされるかなって不安の中、やっとリリースしてもらって ね、 そうね、こうやってゲーム画面見てカスミンが動いてるの見た時にすごい嬉しくて、うん、ね、今まで動いてる姿ってオープニングムービーとかトキランのね、そうそうそう、やっとゲームができて、みんなどうかな、ちょっと気になる、みんな、あ、そうね、このまやちの絵についてちょっとみんな頑張ってる、描いた、頑張って描いたんだ、頑張ってる、だってすごいね、もうカスミンのその絵、そうそうそう、ちゃんと見ながら、ちゃんと、そうそう、めっちゃこうやって描いてる、一生懸命描いてる、これちゃんとね、ゲーム画面をね、うん、スクショして模写をしたんですよ、私、うん、模写したんですよ、ちゃんとここら辺とか描いてる、ね、そう、頑張ってちゃんと描いてるからね、頑張ってちゃんと模写したんだよ、そうだよ、え、ちなみにちょっとね、よいよ、あの、ちょっといい、ちょっと見せてよ、見せてよ、あなたの、いやいやいや、あなたの模写を見せたら、え、あなたの模写をして、これ、これ、めっちゃすごい、すごいの、すごい、なんか、うん、書いてたから、私もカスミン書けるからって、これすごい、いや、すごいの、マジで、はい、やったー、いいですよ、これは、いいんです、これにさ、スクスタのいろいろ書けばよかったと思ったの、いや、もうこれはだいぶ、分かる分かる、いいんですよ、これは、本当私が書きましたってやりたかったよ、上から書けばよかった、そう、上からね、ここら辺にちょっと半円書いてやろうかなと思ったの、いやいや、私2人のイラストどっちも好きよありがとう、でもこれが模写なんだなって、なんか私模写頑張ってたけど、これが模写なんだなって思ったよね、カスミンと書いてて楽しかった、美術の授業になってる模写とはみたいな、模写とはみたいな、はい、ということで、次は、はい、ということで、ここからはですよ、もっと、うん、もっとね、自由に虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会での活動の思い出をイラストで発表していきたいと思います、うん、ここからは本当に自由なので、うん、まあ、ここに載っているイベントでもいいし、なん、ちょっとマイナーなやつでもいいので、ね、ちょっと細かすぎる虹ヶ崎の出来事っていうことで発表していきたいと思いますが、うん、なるほど、まあ、これは一斉のーででドンで出しちゃいます、いきますか、じゃあ準備よろしい、せーので、ドン、私はアベマ TV でやって、やっぱ最初の虹ヶ崎の人狼ゲームが忘れられなくて、懐かしい、じゃあまずチェミで、うん、あ、流れていく、流れていく、とりあえず絵だけ流しとく、うん、絵だけいきますか、じゃあ次がなんださっきとのラスト、さっきのに時間使いすぎちゃってさ、うまいうまい、うまい、うまい、急にさ画力を出さないでよ、じゃあ急に画力出してんのよ、ちょっと何でも描けますみたいな、これ純量心って分かりますかね、じゃあちょっとチェミからいく、はい、まあ、まあさっき言った通りアベマ TV でね、あの虹ヶ崎の番組で人狼ゲームをやらせていただいたんですが、ね、そこで第1回目とかだよね、第1回目だったと思う、で、うん、アグポンが人狼になった時の、うん、あのもう分かりやすさ、ね、お表情が分かったんだ、もう素直さがすごい出てて、絶対人狼引いたじゃんみたいな、なんだっけ、あのもうこのスクールアイドルは終わりだみたいな、ちょっとなんか吐き捨てて出てっちゃったし、釣った後のね、釣った、その時の相方が見え
たんだったけどさ、みゆさんもさ、もう行っちゃったみたいな感じで折れてんじゃん一人でね、大変そうだったけど、まあ今やったらもっとね、今もう一回やりたいよね。そう、今やったらみんなのさ、感覚が分かった上でさ、うんうんうん、もっと高度ななんか戦いができた、ね、今やったらもっと時間かかってやれるだろうから、やりたいですね。じゃあ次マユツかな。これは詳しく聞きたいんですけど、まだ何の意味ですか。何でしょうか。わかんないこれ。わかあら、わかんないから、このバス停ですかね。違いますよ。違います。これマイク、マイクですよ。これマイク、ま、マイク、マイクです。でかでこれが人ね。同じじゃん顔の大きさ。ちょっとそこまで考えてなかった。これはアフレコ現場のあの、なんでしょう、あのブースの中なんですけれど、私たちこう一番初めのご挨拶っていうのを撮って、うん、自己紹介のね、うんうん、それこそゲームショーで流れた、あの一番初めのなんかゲームショーで流れた、うんうん、あの音声を撮るのが多分初めて の、 そのカスミンとしてのお仕事だったんですけど、うんうん、だから誰が合格したかも分かんないし、確かに私たち自身もここで、ね、そこで初めましてだったし、あと、ね、カスミンをどういう風に演じるかとかも初めてだって、うん、その時が一番緊張したし、なんかそのディレクターの方がもっとその腹黒な部分はもっとなんか面白くできないのみたいな、もしどうしようとか言ってやった記憶とかあるし、確かにね、あの時はまだちょっとみんな考えながらやってた感じが、そうそう、ね、あの時にいい感じにしごかれたからこそ今こうやってね、なんかカスミン生き生き演じれるようになったなと思うので、カスミンだもん、カスミンだもん、カスミンだもん、この時はまだそうなのよ、だいぶサガラだったから、そうそう、でも 大変だったけど懐かしい思い出ですね。懐かしいね。じゃあ最後、あ最後、私はね、ちらっとさっきお泊まり会したのか、あ秘密組で、うん、あかりんのお家にお泊まりした時のですね、うん、これそうなの、これやばくない、ね、一人だけだ、それ誰だ、あ前だか、私よ、なんか大丈夫かなって目してるよね、幸せそうな顔してるでしょ、だいぶ上向いてるよ、なんか美女二人に囲まれて幸せそう、空の彼方を見てるよ、そうそうそう、生ハム口から出してね、そうなんです、これだけ例のさ、あの、うん、お手製のカレーを食べてる、そうなのよ、それこれの日か、いいなその話、めっちゃ気になってるんだよね、そうなの、またなんかみんなでお泊まり会したいよね、したいよ、なかなかさ暇がやっぱ9人合わなくて、スケジュールが、あと誰かの手作りご飯食べたいわ、そうなの、え私のなんか作るか、何得意なの、何作れんの、え、あのルネルネと、ちょっとやばそれ、ルネちゃん、それご飯じゃないか、それもう飽きるほど食べたいな、言えないからさ、まだここでちょっと言えないからさ、ご飯じゃないよ、はい、はい、ということで、ね、はい、楽しかったね、振り返っていきましたけれども、ね、みんなの、みんなの、どうかなって書いてある、大丈夫かなこれ、そうそう、大丈夫かなこれ、いいじゃないですか、いいじゃない、まあいろいろやってきたということで、これね、あかりんとね、チュンル、そう、あかりんとチュンルなの、似てるよね、でしょ、ちゃんと頑張ったのよ、ね、ちゃんとあかりんってわかるし、でしょでしょ、うん、そうなのそうなの、いや、はい、いいんじゃない、みんな楽しんでくれたかな、で、来月4月の来月、うん、3年生による2時間目はどんな講義をしてどんな思い出を発表していくのか、皆さんお楽しみに、うん、というわけで活動の歴史を学んでイラストで振り返る3ヶ月連続特別授業二次学士1時間目でした。はい、それではここからの MC は再びかおりん、再び、うん、再び、うん、再び、うん、再びじゃないよね、かおりん、初めてだよ、でも再びって書いてあったからどこ見てるんですか、再び書いてあったから、はい、では再びかおりんです。はい、はい、ここからはこちらのコーナーです、発表マンスリーアンケート、イエーイ、今年2020年からの新企画マンスリーアンケートでは、うん、毎月2つの対比するテーマに合わせて各虹ヶ崎メンバーがどちらに当てはまるかアンケートを実施しております、うんうん、はい、さあということで2回目となります2月度のマンスリーアンケートのテーマは天使と悪魔似合う衣装はどっちだったね、うん、ということで、そうだったね、うん、では早速天使と悪魔似合う衣装はどっちで選ばれたメンバーを発表したいと思います、ではでは早速発表いたします。結果はこちらです、天使1位はエマベルデちゃん、悪魔1位は浅香香里ちゃんです。誰誰誰誰誰、別の誰誰別のスクールアイドルが確認してきた、誰誰誰、そうなの、逃さないから、そうそうなんです、はい、こちらのね、なかなかこれはまあ、まあ、でも納得かも、納得だよね、うん、エマちゃんみたいな、ほわーっとね、でもなんか悪魔だからやっぱカスミンが、カスミン違う、なんか、ね、結局かわいい、カスミン小悪魔なだけで悪魔じゃないよ、小悪魔系スクールアイドルって
ってるけど、アクマ系スクールアイドルでもないから。その辺やっぱ、やっぱその辺こだわりあるんですね。大事。アクマか悪魔か全然違うやっぱり。やっぱ大事。すごい大事。すごい。悪魔じゃないから。すごいすごい。もう悪魔だから。専門家かなっていうぐらいの解説者。解説者でしたね。はい、はい、ということでこちらのスペシャルメッセージや新規イラストは4月末に公開されますのでお楽しみに。はい。そしてそして第3回目となります、うん、3月度のマンスリーアンケートのテーマはこちらです。違う、晴れ女雨女どっち。いや難しいね。なるほどね。雨女はなんか雫名前でさ、確かに雫って名前、雫って名前やっぱ感じあるかもね。雨のあれで滴るいい女的な、ま、前田自身はめちゃめちゃ晴れよ。あ、そうなの。前田自身、前田自身はめちゃ晴れ、なんか愛ちゃんとか晴れっぽい感じする。なんかテンション、なんかテンションで晴れにしてくれそう。確かにもんね、普段から。確かにね。でもこれも迷うよね、なんかね。迷っちゃうよね。はい、ということで、うん、こちらですね、公開されるスペシャルメッセージや新規イラストが、梅雨間近の5月末に発表されるということで、うんうん、まあ、このようなテーマになっております。はい、はい、ということでみんなの反応見てみる。どうかな、あ、みんな難しいねって言ってる、うん、ね、晴れの女難しいねって言ってますね。そうだよね、わかるわかる。はい、ありがとうございます、ね、うんうん、こちら3月の投票期間は3月18日水曜日21時半から3月23日月曜日23時59分までとなっております、うん、ということは、うん、生放送終了後すぐ、すぐ見て見て、ぜひぜひ投票してねということで、まあ、投票ルールは、期間内に1回となっておりますのでご注意ください、うん、皆さんのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。はい、そしてそして最後に1月のエイプリルフールでは騙す騙されるのアンケートにてそれぞれ1位になった宮下愛ちゃんと上原歩夢ちゃんのスペシャルメッセージは3月27日金曜日12時にスクスタ公式サイトにて公開されます、はい、そして新規書き下ろしイラストに関しましては3月30日月曜日発売のジーズマガジン5月号にて公開されますので、ぜひぜひチェックをよろしくお願いします。お願いします。はい、では以上発表マンスリーアンケートでした。はい、それではここからは皆さんに大切なお知らせをみんなでさせていただきます。まず最初は私相良がお送りします、うん、ではでは最初のお知らせはスクスタ情報です、うん、現在スクスタではピックアップガチャを開催中です、こちらのガチャで新登場のメンバーは UR 虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会朝香かりんちゃん、これ可愛かったよ ね、ね、で SR アクアの小原まりちゃんとなっております。いい、ライブでですね、なかなかスコアが伸びないよという方はこちらのかりんちゃんをライブ編成に組み込みボルテージを稼ぐのもいいかもしれませんね。さらにまりちゃんは SP ゲージ獲得量を上昇させるスキルとなっておりますのでぜひチェックしてみてくださいね、はい、こちらの開催期間は3月23日月曜日14時59分までとなっておりますのでお忘れなく。はい、続いてはイベント情報です。明日15時より新イベントスクスタビッグライブを開催いたします、うん、ビッグライブ、また新しいね、あの感じのイベントとなっておりまして、こちらですね、うん、最大20人同時でライブをプレイできる協力型のイベントになっております。協力型いいね、協力だよ、ビッグだ ね。こちら課題クリアでゲーム内アイテムもゲットできちゃいますので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。続いてはキャンペーン情報です。スクフェスシリーズ7周年記念キャンペーンの第3弾として、うん、スクスタハーフアニバーサリーキャンペーン第2弾が開催中です。詳細はこちらです。まずはステップアップオールスターガチャが開催中です。ステップ1は無料で1回ガチャが引けるほか、うん、ステップ6では UR のスクールアイドルが3枚以上確定でゲットでき、さらにさらにオールスターズプロローグ衣装と交換できるチケットもついてくる、とっても、うん、とってもお得なガチャとなっております、はい、これは回すしかないね。さらに記念セットも2つ登場しております。オールスターズプロローグ衣装と交換できるチケットや UR 確定ガチャチケットがゲットできるとってもお得なセットとなっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。では続いてはこちら。おい、現在もハーフアニバーサリー記念のログインボーナスを開催しているのですが、うん、ハーフアニバーサリー当日の3月26日木曜日から3月30日月曜日にスクスタを遊んでいただいた皆様に、うん、UR 確定ガチャチケットを1枚プレゼントしちゃいます。嬉しい、これ嬉しいよね、絶対 UR できるってことです。嬉しいよね、ぜひぜひね、この機会に遊んで、そして推しをゲットしてください。よろしくお願いします。はい
そして続いてはスクフェスシリーズ感謝祭2020の情報です、はい、残念ながら4月開催はなくなってしまったのですが、うん、イベント当日に生放送の配信が決定しました。嬉しい、よかったね、よかったよね。ということでですね、詳細はこちら。はい、4月11日土曜日には虹ヶ崎3名が出演するスクスタ生放送 Day1 を配信いたします、はい、また4月12日日曜日にはスクスタ TV スクスタ生放送の Day2 が配信予定です、はい、Day2 の生放送ではですね、久しぶりに虹ヶ崎が勢ぞろいいたします。いや嬉しいね、久々な気がするよね、うん、そしてスクスタの最新情報も公開予定ですので、うんうん、ぜひぜひお楽しみに、はい、はい、まだまだありますよ。続きまして EC ショップ情報です。開催感謝祭記念のグッズを4月8日水曜日よりブシロード EC ショップにて販売しちゃいます、うんうん、グッズはこちら、ドン、イエーイ、かわいい。ちなみにこのね、全員揃ってる、うん、このイラスト多分初公開ということで、そうすごいかわいいよね。まあね、かわいいですよ。まだまだあります、どうぞ。そしてなんとか、こちらもあります。トートバッグとかね、アクリルアートパネルとか、かわいい。そしてまだありますよ、どうぞ。たくさん、え、すごい、はい、ジャージ、これいいよね、憧れのあのジャージ、欲しいですね、これ。普通に買いに行きたいですね、うん、欲しい、かわいいよね、うん、個性も出ててね、うん、ということでたくさんありましたけれど、一部のねグッズがこちらにありますので紹介していきたいと思います。じゃあこっちから行く、うん、すごいよ、こちら勢ぞろい、え、これほんとさ、すごいかわいい、ね、衣装がね、すごくフリフリで、なんかその子が着なさそうな色というか、うん、確かに初めて見る感じの、ね、ここえ、すごい、1年生いますけど、かすみんの緑とりなちゃんのこの青と、うん、雫のピンクと水色みたいな、あら、もうみんな似合うこと、ね、なんかこの不思議な感じなんで、今までこの色の服ってあんま見たことなかったから、ね、かわいい、てかめっちゃ好き、めっちゃかわいい、これ、ね、ぜひかわいい、ゲットしてじっくりイラストも見てください、ね、こちらもいっぱいありますよ、ね、アクリル、これなんかすごいね、めちゃくちゃ出来がすごいしっかりしてる、めっちゃ豪華じゃないこれ、これなんかすごい、わかる、この分厚さ、一緒にさ揃えてほしい、ね、くなっちゃう、ね、なんか並べたいよね、やっぱりすごい、これしっかりしててすごいな、すごい、ぜひぜひゲットしてね、はい、でこちらは、はい、こちらですね、トートバッグかな、こちら、はい、こんな感じ、これもいいね、かわいい、アイコンがおしゃれでね、そう、これなんか普段使い全然できそうな感じ、うん、しかも結構ね大きいから、あ、何でも入るね、何でも入るよこれ、いいね、いいね、これでお出かけしてください ね、はい、ね、はい、こちらのグッズは4月8日水曜日よりブシロード EC ショップにて販売されますので、お楽しみ に。では続いてのお知らせはカオリンお願いします、うん、はい、まず最初の情報です、お願いします。改めまして、いよいよ本日3月18日水曜日にドラマ CD 第2弾となるラブライブ虹ヶ崎学園お昼休み放送室ドラマ CD 日常コンチェルトがリリースとなりました。みんなもうゲットしてくれたかな、ゲットしてくれてるかな、してくれてるかな、てる人いっぱいいるはず、うん、いるはず、うん、はい、こちらのね、そうなんです、こちらのドラマ CD にはガサラ時代で放送された虹ヶ崎学園スペシャルラジオドラマに加えて、うん、新規取り下ろしのドラマも収録となりますということで、まあなかなかね、ね、なんかお話の前的には面白かった、そのお花見、うん、みたいな感じでね、うん、なんか好きな、それぞれの好きなことを叶えようみたいな内容になってて、それぞれの各メンバーのやりたいことが ね、そうなんだ、まあちゃんと叶えられてるかどうかというのは聞いていただいて、そう、収録もすごい楽しくてね、楽しかったね本当に、もう思い出してずっと笑ってたもん、ね、あれ面白かった、それぐらい面白いってことだね、ぜひ聞いてください、そう、ね、そう、ラジオドラマで分かることもねたくさんあると思うので、ね、ぜひ見ていただけたらと思います、はい、そしてこちらですね、ドラマ CD 第2弾にも初回生産特典としてスクスタで利用できるシリアルコードも封入されます、うん、まだゲットしないよという方はぜひチェックしてみてください、はい、続きましてこちらの情報です、はい、昨年の12月に開催されましたラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファーストライブ with you のブルーレイが6月17日水曜日に発売となります。最高ですね、はい、こちら Day1
Day2 の両日の全曲に加えて舞台裏メイキング映像も収録したブルーレイメモリアルボックスと Day1、Day2 それぞれの模様を収録したブルーレイ単館の全3形態でのリリースとなります、はい。こちらグッズもついてくる限定版や特典のデザインも現在公開中なので、こちらも合わせてチェックしてみてください、はい。詳細続報は随時公式ホームページと公式ツイッターで発信していきますのでお見逃しなく、はい、はい、まだまだありますよ、うん、こちらの情報をお願いします。今週末3月22日日曜日に生配信を予定しております特別番組バンダイナムコ情報ステーションバナステに、うん、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の出演が決定しました。こちら出演は上原歩夢役の大西あぐりちゃん、中須かすみ役の相良真由ちゃん、浅香かりん役の久保田美優ちゃん、結城せつな役の楠木ともりちゃん、エマベルデ役の指出まりあちゃん、天王寺里奈役の田中千恵美ちゃんです。はい、ごめんよ。そう、虹ヶ崎の出演予定時間は午前11時からとなっております、はい。番組内では初解禁の重大発表なんだと予定しておるらしいのでお楽しみに、ま、我らも気になるよ、ね、はい。こちら詳細はラブライブ公式ホームページとツイッターをチェックをよろしくお願いします。はい、お願いします。では続いてのお知らせはチェミお願いします。はい、かしこまりました。続いてゲーマーズからのお知らせです。虹ヶ崎学園のあるお台場で営業中のお台場ゲーマーズでは毎月スクスタメンバー誕生祭キャンペーンを開催しております、はい。うん、各月の誕生日メンバーのグッズを、ご購入いただきますと特製の B4 半歳ポスターをプレゼント、うん。現在開催中の3月の誕生日メンバーは1日生まれの上原歩夢ちゃん、4日生まれの国木田花丸ちゃん、15日生まれの園田海ちゃんです、うんうんうん。そして来月4月の誕生日メンバーは3日生まれの大阪しずくちゃん、17日生まれの渡辺陽ちゃん、19日生まれの錦野真希ちゃんです。そして本日ね、そのポスターの現物も用意してもらいましたので見てくだされ。こちらです。ね、やばー、これなんか部屋にさバーって並べると、ね、かわいいよね。サイズ感もちょうどいいから ね、うん、そうそうそう。私陽ちゃんと同じ誕生日だからさ、これ欲しいわ。欲しいね。ぜひぜひ足を運んで、ほら見せて見せて、ヨちゃん、ほら、ね、皆さんもぜひぜひゲットしてみてください。お願いします。お願いします。続いてのお知らせはこちら、セガスタッフイメージガール決定戦が本日より投票開始しました。1位になったメンバーはなんと書き下ろし衣装でゲームセンターの店頭などのいろいろな場所に登場予定です。すごい、うん。投票期間は2020年4月5日日曜日23時59分まで。投票用の特設サイトから1アカウントにつき1回のみ投票いただきます。こちらはセガコラボカフェのご予約やご来店がなくても投票可能となっております。詳細はラブライブ公式サイトからご確認ください。あなたのご参加お待ちしております。はい、続いてラブライブデイズ、ラブライブ総合マガジンボリューム6が発売中です。はい、本誌では現在決選投票を開始しているテレビアニメに登場するあなたの名前を決める読者参加型企画、あなたの名前を教えてテレビアニメラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファッツは One more time. What's your name? No, very good.結ぶとか繋ぐとか、そういう絆とかさ、なんかすごいよね。あとなんかすごいなと思ったのさ、幼馴染だから、うん、なんだっけ、その石板IM 中で後ろ同士のとこで書籍番号みたいな、そこまで考えるすごいと思って、すごいよね。なんかそういうそこら辺まで意識して名前を考えてくださったのが本当にありがたいなって思います、ね。たくさんあって悩んじゃうかもしれませんけど、皆さんお願いします。ぜひぜひ、ね、決選投票の投票期間は4月16日17時までとなっております、はい。うん、お願いします、うん。そして前回の生放送でもお伝えしました通り、虹学メンバーたちが担当する連載コラムがいよいよスタートします。題してみんなへ届け虹学ジャーナル。このコーナーは虹学の魅力
をより多くの人に知ってもらうため、歩夢たちメンバーが持ち回りで紙面内容を考えていくというものです。うん、第1回目はどんな内容になっているのかちょっとお見せしちゃいましょうか。早速見てました。見せましょう。これね、こちらです。こんな感じになってます。かすみんが警察官が可愛い。かすみんはね、確かいろんな可愛いをね出しますみたいな感じだった気がするんだよ ね、うんうん、ね、さらに可愛いの高みを目指していくコーナーです。かすみん、表情も可愛いし、ね、可愛い。これからいろんな可愛いかすみんが見れるコーナーになることでしょう。あゆむちゃんは何なんだろうね。文通のコーナーだって。なんかあなたと文通みたいな感じなんですね。文通してますよ。じゃないですか。いいですね。次はちょっと、そう、これ、これ、しずくちゃん、これなんか一瞬ざわって胸がざわってなりますよね。ざわってなるよね。いや、これナイス、しずくちゃんですね。しずくが自ら設定を考えて脳内で勝手に空想劇を始めてしまうコーナー。空想劇すごいね。どんな空想してるのと思ったけどね。ちょっとしずくちゃん、しずくちゃん、あれれ、あららら、あらら、そんな空想劇しちゃってるの。あなた、あらら、ね、もうセクシーね。カナタちゃんすごい。なんてカナタちゃんまたね、ほら、パジャマパーティーを開いて女子トークをお届けするコーナー。そういうことね。ほら、しずくちゃんとかやったら今回はしずくとパジャマパーティーしてる。これもあかりの家に行った私みたいな。確かに、確かに、もはやね。こちらがお、カリンパイセン。あー、おー、いいですね。こちらはカリンが虹学のメンバーコーディネートするコーナー。いいね、いいね。じゃあこれ多分アイちゃんをコーディネートしたってことで。確かに、なんかちょっといつもと違うアイちゃんみたいな感じもね。なんかいいよ、カジュアルな服装をよく見るけど今回少し大人っぽい雰囲気にしてみたわ。だって、さすがです。わかってる。さすがです。最高ですね。わかってるね。他にもね、いっぱいあるよ。カミングスーンということで、こちらはアイさんは、ダジャレを愛する愛があなたからのダジャレを募集する道場を開きます。道場を開かれます。さすがだね。エマちゃんはお題は何でも OK、 スクールアイドルに憧れて日本にいられる挑戦、エマちゃんが挑戦してほしいことを募集しておるということで、せつなは新旧問わずゲームタイトルを遊ぶコーナーが始動。なるほどね。ちょっと気になるね、これ。気になるのがいっぱいあるから。もうこれリナちゃんモードのが気になる。リナちゃんモード〇〇〇〇新作のリナちゃんボードの興味津々だね。ね、本当これちょっとお見せするコーナーだから。ちょっとガクッと皆さんこれ言うてるやん。目の前に言うてるやん。完全にもただのファンみたいなこと。じゃあみんなにやっぱ参加してもらわないとね、これは。リナちゃんボードは皆さんの案を待ってます。わかるよ。そういうとこめっちゃ見とって、ぜひぜひじっくりさっきのマユチみたいに読んであげてください。読んであげて。ということで、こちらの連載コーナーでは皆さんの投稿やお便りも大募集しております。投稿はラブライブデイズの読者フォーム、もしくはツイッターにてハッシュタグ虹学ジャーナルより受け付けております。コーナー内容もしっかりチェックして投稿してください。よろしくお願いします。はい、そして次回の放送ですが、次回はですね4月10日金曜日20時30分から配信いたします。はい、いつもよりですね30分遅いのでご注意ください。はい、出演は浅香かりん役の久保田美優ちゃん、この絵かなた役の木戸あかりちゃん、エマベルデ役の差し出マリアちゃんの3年生の3人となっております。3年生頑張って。3年生組だ。はい、ということでですね、早いんですけれども、もうそろそろお別れの時間が近づいてきました。番組ご覧の皆さん楽しんでいただけたかな。みんな楽しそうだね。すごいコメント量が来てるよ。ありがとうね。いっぱい振り返っていっぱいお知らせもできて嬉しかったよ。嬉しかったね。ということで皆さん、今日はラブライブ虹ヶ崎学院スクールアイドル同好会生放送3ヶ月連続特別授業虹学士同級生ワクワククラスルーム1時間目をご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうだ、忘れてた、感想を言うの忘れてましたね。私すっかり忘れてました。ついに感想を飛ばした。ういういしく行かなきゃいけなかったよ。そう、今日だからごめん、嬉しい気持ちがちょっと感想を言うこと忘れてしまった。忘れちゃった、ういういしく忘れちゃった、ごめんなさい。ういういしいから、かわいいな、かわいいな。ういういしいとなんかかわいいな。ういういしいから忘れちゃった。じゃあ田中からお願いしようかしら。ういういしい田中から。田中です。天王寺リナ役の田中ちえりです。3年ぐらいやってるんですけど、こうやってみんなさんと一緒に振り返ることできて嬉しかったですし、そう、ね、なんか時間で収まりきらないぐらいの情報量がたくさん、新しい
お知らせとかもあったと思うんですが、それもできてるのもいつも応援してくれるあなたのおかげですので、3年と言わず4年5年6年何年でも虹学のメンバーとして活動できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。かわいい。じゃあ、ういういしい前田。ういういしい前田。リアルに困った声。普通でいいよ、普通で。いつも前田でいきましょう。ありがとうございます。もう普段がういういしいみたいなもんだからね。早く早く。はい、改めまして大阪しずく役の前田香織です。ありがとうございました。なんか結構やっぱりなんだろう、昔のねこととかすごい振り返りながら、あ、こんなこともあったなみたいな、なんかちょっと女子会みたいな感じで、はい、ワイワイなんか皆さんといろんな思い出を共有できて嬉しかったです。またね、新しく多分なんか私たちのこと知ったよって方もいらっしゃると思うので、そういう方々はぜひこの放送を見て、なんかいろんな昔のね配信とかも結構面白いのいっぱいあるんで、見てもらえたらなっていうふうに思います。はい、改めまして今日は本当にありがとうございました。嬉しかったよ。嬉しかった。あ、はい、じゃあ、はい、中須賀澄役の佐賀真由です。いや、もうね、嬉しいってなんだろうねでしょ、そういう感じになるでしょ。確かにね、改めて言われちゃうと、ね、たまたますごく嬉しかったね。いや、あれも逆にもう逆にあざといです。本当に楽しいなと毎回思うんですけれども、こうやってまたね、なんか虹学士って感じですごい素敵な、ね、あの年表作ってくださって、ゆっくり振り返れて楽しかったですね。それさっき前田が言ったようにね、なんかいろんな媒体別とかもねやったり、いろんな本当にいろんなことを踏んで今があるので、ぜひぜひ最近した方もそこら辺もね見ていただけたら、今をよりもっと楽しめると思うので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。まあ、個人的にはスクスタ楽しんでぜひ遊んでくださいね。よろしくお願いします。サンドの飯より好きだな。そうだ、イベントの時とか飯忘れてやってるからね。飯、飯言うの、飯、ご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 飯、一生懸命真面目に頑張っていきますので、まだまだね未熟ですけれども、私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の応援を、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんのためのおかげで